もうダメだ。ヘトヘトで、立っているのもやっとだぜ。今、第一走の雑魚イノシシにだって、勝てる気がしねえ。ここまで来たんだから、最後までシャキッとしなさい。なんてね、私も実のところ、もうぐったりよ。私がピナの肩に乗って休みたいかも。うん、私も男女に数日こもったこともあったけど、ここまで辛くはなかったよ。紅玉宮っていう場所らしい。百草？ああ、最後のボスを倒したよ。君に
謝らなければならないことがある。今まで俺たちの、プレイヤーたちの感情を押し付けて、ごめん。しないで、キリト。それでも、あなたは私を助けてくれた。助けた？俺はそんなことはできていない。違うよ、キリト。ちゃんと助けられているよ。私、このゲームをクリアされて、アインクラッドと一緒に消えちゃうことが、すごく怖かった。でも、キリトたちといると、すごく楽しくて。私が消えないためにキリトたちを阻止しないといけないのに、キリトたちを傷つけたくもない。どうしたらいいか分からなくて。ストレア。だけど、私は自分が消えるよりもキリトが消えちゃう方が嫌だったみたい。結局、最後はキリトを助けちゃったもんね。すまない。ううん。後悔はしてないよ。キリトが生きててくれて、私はすごく嬉しい。プログラムとしては失敗作だけどね。そんなことはない。ストレア、君はこの世界のプレイヤーたちの精神を癒すプログラムなんだろう。君の見せる無邪気な笑顔に、俺たちは何度も癒されてきた。キリト。失敗作なもんか。ストレアは、俺たちの最高の仲間だ。嬉しいな、キリト。どうした？もう限界みたい。私のデータが森から消去され始めてる。そろそろお別れね。
消去ってなんだ。まさか。ヒュイ、何か知ってるのか。おそらくですが、百層のボスと一体化したことによる弊害です。百層ボスの消去中にカーディナルシステムがストレアさんの存在を発見、認識し、異物として削除しようとしているんだと思います。そんな、ストレア、ストレア。キリト、そんな顔しないで。私はメンタルヘルスカウンセリングのプログラムなんだよ。キリトにそんな顔させちゃったら、カウンセリング失敗になっちゃうよ。そうだな、笑わないとな。どうだ、これでいいか。うん、ありがとうキリト。ストレア、おい、ちょっと待ってくれ。ストレアさん、消させない。一人になんか絶対にさせない。ストレアさんは、うん、ユイ、ユイちゃん、大丈夫です。ストレアはちゃんと私と一緒にいます。今は私たちがあるべき姿に戻っただけです。また会えるのか。もちろんです。私が保証しますよ。ありがとう、ユイ。待つだけですよ。クリア、そっか。最後のボスを倒してスト
トレアを救ったんです。これはもう大団円ですよ。キリト君、これで終わりなんだね。ああ、ついにこの時が来たんだな。さあ帰ろう、俺たちの世界へ。おめでとう。実に見事な勝利だったね。